今日道内で新たに感染が確認されたのは6,286人と昨日に続き6,000人を超えました。札幌市で2,984人、石狩はこれまでで最も多い感染が確認されています。先週の同じ曜日と比較し29日連続して増加していますが、一時200%を超えていた増加率は140%前後となっています。 また、発熱していた鈴木知事は PCR 検査の結果、陽性だったことが分かりました。知事は若干の喉の痛みがあるものの症状は軽いということです。公務については電話やメールで対応可能としています。療養期間は8月8日までの予定だということです。